御殿場市立御殿場中学校は、静岡県御殿場市萩原にある公立中学校。略称は恩中。道路を隔てて、隣には御殿場市立御殿場小学校があり、御殿場小学校と東小学校の卒業生のほとんどが、本校に入学することになる。校内は、理科室や調理室等の学びに迎える設備が、 整っており、2020年頃にはエアコンが設備された。学校は1日授業が6時間が基本であるが、月曜日のみ、教員の研修があるため授業が5時間となっている。また部活動は、火曜日から金曜日に、基本的に行われている。新入生歓迎会は、主に4月頃に行われており、新入生は4月頃は部活動見学を通して、その後、 仮入部して、本入部が、基本的な入部方法となっている。5月頃には、各学年は宿泊学習をしている1年生は、国立青少年交流の家に行き2年生は、東京、鎌倉研修を、実施3年生は修学旅行方面に行っているが2020年と2021年は、新型コロナウイルス感染拡大に伴って1年生と2年生は、宿泊学習を、 中止3年生は2020年は県内では初となる行き先変更なしで実施2021年は行き先を一部変更している学校は9月頃から10月頃にかけて校内最大級のイベント山並み祭りを開催している山並み祭りは全国各地の小中高学校が行われている体育祭や文化祭をまとめたものであるしかし山波祭りは 学校関係者以外の人は、入ることができなく、主に生徒たちや教師、保護者で行われている。また文化祭の方もグッズ、食品等の販売は行っていなく、主に合唱をメインに行っている。11月には、地域の名人から技を教えてくれる、ドキドキワクワク体験も実施しているが、 こちらも新型コロナウイルス感染拡大に伴って2020年と2021年は2年連続中止している。卒業生は、御殿場高校や小山高校等の地域の高校や沼津、三島方面の高校に進学している卒業生がほとんどである。ありがとうございます。